お、これいいんじゃない？俺強くない？これ出た、これでかい。あかんやんか、それ上原浩二の雑談魂。雑談魂。さあやってきました、はい、カード対決です。噂のね。まあここまでの対戦成績として俺が今やってるのは、まえちゃん2回、よしのぶ、いわくま、くまちゃん。くまちゃんにはちょっと負けて。くまちゃんは自分でプレイしたの？いや、しないしない。全部コンピュータ ー, コンピ ュ, ータ ー, コンピュータ。 OKOKOK、うん、で、今回こう、謙信と。まあ連敗やな、申し訳ない。どっから自信が出てくるの？まだ引いてへんから。まあ苦渋にはちょっと根拠ないけど。いや、じゃあもう早速これ先行後攻とかないんだ。まずは引くだけやから。あで、あの実はこの始まる前にお互いもう一袋食べちゃったんで、はい、我慢できんよな。ちょっとね、おやつとして食べちゃったんで。この味、このお寿司のこの味ってやっぱ永遠だね。永遠、うん、あ、やっぱ外せない。外せないよね。美味しい。まあ、早速じゃあいきますか。はい、はい、一斉に、はい、2枚同時に。せーの。はい、誰と誰出た？お、これいいんじゃない？わ、よし、吉田じゃないでしょ。痛い痛い、右が吉田。あ、 T 岡田か。 T 岡田と藤原でしょ。あ、もうもういいね、いいね。で、まあ、こっちはあの木下だ。ああ、長打力魅力。また出たよ、キラキラだけど近本。俺全部多分出てるでしょ。なんでなの？多分ね、近本俺のこと好きなんだよね。それか、しかもキラキラやで。え、キラキラだったらどうなん？あんま関係ない。なんかたまにさ、あのなんかこうキラキラとなんかフィューンってなってるような人もおるじゃん。なんか光ってるような。このバッグがね。ね。あのいろんな。それだったらなんか強いとかそういうわけじゃないんだ。これはないよね。ないんだ。うん。これトレードする？トレードとかないだろ。ドラゴンズやし。で、かぶったら、うん、スタメンでもしかぶったら目つぶってじゃんけん。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。どっちを？じゃあ次のカードいきますか。はい、本町かもと出るね、俺。いや、いいバッターやしな。ちょっと頑張ってほしいな、うん、俺のひいき選手にするから。いや、ほんと、それちゃんと伝えた方がいいよ。あー、ほうほうほう、うんうんうん、ここの開けるときに苦労してる時点ちょっと嫌なようなするな。もしかして不器用か。そこらはね、ちょっと定期。あれ、俺の1枚しか入ってないんちゃう、これ。いや、2枚入ってるよ。あ、お前ほんま不器用や。こういうやつ初めてやな。被害妄想が多いんだよ。じゃあ、はい、はい、せーの。誰と誰？鈴木大地選手ね、楽天の。それと戸郷選手ですよ、ピッチャー巨人の。いいよこれ。俺強くない？これ。いや、俺だって悪くないよ。おーおーおー、宮崎と杉浦。杉浦ってでも先発じゃないよね、いろんなポジションやってるような気がするんだよな、うんうん、いや、もうこの時点でだいぶ、これだってもうほぼほぼオールスターメンバー来たやんか、これ。キャッチャー引かんかったら大変なことになるからね、これ。おそらくね、ちゃんとしたポジションで鈴木大地キャッチャーいける。じゃなくて、ちゃんとした T 岡田もキャッチャー体験する。聞け、人の話は。ダメ。ちゃんとしたポジションで適正のところをやらないと。あ、弱い。パスボールとか。あ、そういう動きが鈍くなる。わかるわかる、うん、パープロ。そうなるらしい。パワープロで言うと、あの動きが最初が遅いやつね。そうそうそう、違うやつを。ショートゴロ逃げるから、逃げるやつね。それはあの 最初のファン見せたやんか。全員で追いかけっこしていくとかいう。それ初代ベースボール。初代ベースボール全員で追いかけるもんな、あれ。懐かしいな、初代ベースボール。あれでやってほしいわ。なんかやりたくなってきた、初代ベースボール。次回はゲームだね。はい、いいよ。はい、なんだこれ。チームのやつが出たの。じゃーんです。これは、え、糸原。これど、誰？これ横浜の選手の足。違う。違うだろ。阪神やろ。これじゃないよ、これ。外選手。それって近本ちゃうの？これ近本なのかな。いや、これ多分大和やで。これ多分ショートやん。じゃあ近本でいいとこ。ということで近本選手。なら近本選手よ。あ、これいいんじゃない？外崎選手、ベーサー、あのライオンズの。あれ、これもう来たんじゃない？もうすでに。まあまあいいね。で、俺もパッと今見て。森脇。ほう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 。森脇。西武、森脇投手。中継ぎやね。去年すごいいい。中継ぎで7勝マークしてる。いや、西武はいつもそういうチームや。打線が目立つからな。そうそうそう。
あ、もう一人は栗原でソフトバンク。これはいいよ。そうやな。これはいい選手だよ。キャッチャーもいけるしな。うん。実際キャッチャーやってるもんね。うん。じゃあもういい。いいの？なんかいい感じやな。ちょっと先発ピッチャーちょっと欲しいな。もうちょっと。で、なんでこれ持ってきてるの？すない。なんかかっこいい。なんでさ、巨人とかいちいちかっこいいの、そんな黒と金で。これなんか微妙な水色やぞ、これ。これなんやこれ。なんとも言えないよ。サイン入っとるし、自分のだけそんな。じゃあ、お前あとでサイン書いてよ、それ。いや、いいけど、こんな微妙な色やぞ、これ。中日が青っていうイメージやから、ちゃん、うん、微妙やから、もう少し濃い青にしてほしいやん。そういうのはあれちゃうの？プレゼントなんかな。じゃあ、お前がそれを言えばいいんじゃん。いや、アドバイザー的な全然全然仕事すれば全然、はい、行こう。全然僕なんか、はい、いいですか。いいよ、言って。俺ももういい、勝ったぞ。あの、毎回言うよね、俺の対戦相手の人を勝ったね。はい、行きます。はい、則本選手楽天、お、気合のエース。そして明治大学後輩のほら、森下選手、カープ。あ、この2人はいいな。これほぼほぼ新人王揃ったんちゃう。先発ええやん。新人王、先発出えへんな、やべえな、これ。あれ、これこっちヤクルトの抑え、こっち高校石山選手。おお、ヤクルトの抑え。まあ微妙やな。で、吉川尚輝、頑張ってほしいね。尚輝はセカンドで、まあ悪くない。この時点で侍が出来上がっとるもんな。確かに、戦力的にピッチャーいいよ、ね。うん、もうこれで十分だもんね。うん、先発ピッチャーもういらん。ピッチャーいらんよ。もうピッチャーいりません。クローザーとかいるんでも。ほら、クローザー、あの侍でやったから。あ、そっか。うん。そういう風に持っていくか。そうそう。はい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 。またなんか雰囲気が。あっ。あって何？はい。あれ？何やこれ？ん？誰だこれ？最優秀中継ぎ誰？これ来ました。ほら、祖父江くん、我がドラゴンズの今抑えセットアッパーの数、これでもう中継ぎ決まり、決まって。で、これ誰になるの、これは。それはあれやろ、これ何なの、走ってる人やろ、これだ。ちょ待って、井口さんね、井口さん。藤岡って書いてるよ。藤岡書いてある、藤岡。藤岡出てるよ。藤原や、これ。藤原や。いや、これ井口さんちゃうか、これ後ろ映っとんの。後ろ映ってんの。そうかもしれんけど、文字ちゃんと書いてあるやん。これ井口さんでしょ、これ。じゃあ、こっちどこを見てんねん、お前。だから藤岡選手ね。はい、中地、巨人。おー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 、巨人中地。そして、はい、出ました、中日高橋選手。そうやな、ちょっと足が活かせれない選手がここで来ましたね。うん、いや、あんまり盗塁とかって対戦でないから、うん、まあ近本が塁に出れば盗塁のという感じですけどね、うん、これ今10枚か、吉本。いやー、ちょっといい感じじゃないの、これ。ちょっと俺ピッチャー欲しいな、うん、これちゃんとね、こういう時にポテチにやっぱり持ってこいのカフェラテがね、来るんですよ。あれ、俺じゃなくて。あ、そうです、そうです。それ剣心の。なんでそんな優しいの、あの検診チャンネルの方が。カットボールチャンネル、なんやねん、この俺らのこの扱いの違いは。カフェイン取りすぎたらいかんということで。なんでそんな優しいの。カフェラテが来るんですよ。手が伸びて、なんなんこのさ、この辺、この辺ぐらいからちょっと流れが。うん、いい、うん、はい、伏見選手、オリックスバッファローズ。あー、最近出てるね。で、中村セカンド、千葉ロッテ。めっちゃいいよね、いい選手。いい選手だよ、長打力もあって、うん、どんだけ近本俺のこと好きやねん。こっちまで取るわ、すごいじゃん。近本なんで好きか分かった。お互い工事やね。来たか。え、G 一緒なの。いや、G は違うけど工事。おお。もう一人が来たよ、来たよ、大砲の若は。大きいな。一発、いや、それ大きいな。一発はでかいよ。来たか、うん、伏見くんはポジション大砲っていう感じじゃないよね、うん、どこになるんだこれ。あれ、キャッチャーかな今。キャッチャー、うん、キャッチャーやな今っていうか、ずっとキャッチャー、ずっとキャッチャーやな。ということはこれでキャッチャーがいれば、まあなんとかいくよね、うん、あれもう、あれもう揃ったんちゃう、これ。まあ揃ったの、ほら、うん、まあいい感じで。外野おらんやろ、外野誰。いや、外野いっぱいあるよ。あ、そうか、チーフかだか。
え、うん、ガネット T 岡田だけじゃん。近本。俺と被るのかい。藤原。この藤岡君はどこでもユーティリティ守れるんだよね。いや、ロッテの選手ってみんなユーティリティに見えてしまうねんな。ロッテの選手って街でやってもわからん人多いよね、絶対。絶対おるよね。誰なんだろうって。それはみんなそうかもしれない、ね。そうか。ユニオンっていうのと私服が違うからね。違うからな。ああ、そういう風に来たか。はい、いきます。おピッチャー来ました。めっちゃいい。ベイサーズ石田君と涌井君ですよ。まだ頑張ってる。エース系ばっかり来てるやん。いや、これもうだけどさ、悩むよね、こんだけ。そう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 。いいピッチャーがおると。でも俺もピッチャー2人って来た。山岡と和田。ああいい。まあ、うん、和田くんの場合はどうなるの、これって。今の和田くんなの、それとも2020年と21年っつったっけ。そうですね、の実績 が反映されるっていう。あ、そういうこと。だから去年とか悪くないから、ね。おお、じゃあこれ、じゃあそう考えたら俺ヤバくない、これピッチャー。何、いいってこと。うん、いや、いいよこれ。いいと思うよ。もうピッチャーいらんな、でも、うん、いいな。野球はピッチャーじゃないぞ、打者だぞ。ちょっと野手が少ねえな俺。あとな、え、ちょっと待って、ちょっとやばい。ちょっと外野が欲しいな。ちょっと坂本くんぐらい来てくれない、巨人の。出たことない。ないの、うん、やっぱそういうのあるね。あるんかな。 俺も昔からやってるけど、いつも来なかったもん、そういう人。原さんとか一切来なかったよ。なるほど。うん、いや、分からんで、もしかしたら出るかもしれんね。やっぱそういうスターはなかなかそう簡単には。まあスターだけど、みんなこれ柳田来い。柳田。あ、柳田一人でだいぶ。外野柳田来い。柳田一人で十分でしょう。外野で柳田来い。外野で柳田来い。何してんねん。いやいや、悪くないんだよ。俺も悪くないんだけど、またこの則本君と丸選手な、うん、あ、丸ええな。いいな。俺かぶった宮崎で1枚かぶりの騎士。かぶるん嫌だな、この時点で。うん、いや、これか。どう、え、ちょっと待って、1、2、4、5。お前なんかバランスいいな。と、うん、2、4、6、17、18。次、あと俺取っておきの置いとるからね、ここに。どういう意味。これ絶対もうジョーカーやから、絶対。なんかいいね、これ。監督気分、監督気分になれていいね、これ。まあ、選ばなあかんからね。うん、なるほど。いきますか。いいよ。これは阪神のスアレス。もうこれでとりあえず決まりました、抑えは、ね。うん、うん、で、宮西君、いいピッチャーなんだけど、中継ぎダブってるもんな。あ、そうだけど、なんか最優秀なんとか、新庄なんとか多い、タイトル多いな、お前。決まったよ、俺、これ、これピッチャーは。キャッチャー、甲斐。あー、来たな。で、渡辺君、セカンドかな、ニチャームの。いや、ちょっと外野いいよ。うわ、ピッチャー良すぎるな、これ、どうしような。ちょっとね、もう一発大砲が欲しいな。ちょっと欲しいな。岡本君、今か、岡本君。カズマも出たことないじゃない。ない。大山選手がたまに出るね。あ、大山君か。大山君。中田翔とかね。ああ、まあでも中田翔なら結構大きいでしょ。あ、はいはいはい。じゃあこれ一番あかんって。かぶった。むちゃくちゃかぶっとるやん。よしよしよし、かぶれ。殿崎君とこ中村君、またかぶれかぶれ。あ、でもこう殿崎選手に2人使ったらどうなの。これサードと2人じゃが使えるか。言えてんの。いや、サードセカンド意味わからんから。ダメ。1人は1人じゃん。1人。いや、こう両方守るサード。1人は1人。阪神、盗塁できるよ。阪神秋山ピッチャーで、日ハム太田外野来た。ああ、まあまあまあ、そうやな。やばくなかった、ちょっとこれ。そろそろ、いや、あと4枚。うわ、ちょっとあと2つね。ちょっと俺ね、キャッチ、こっち、ここで安全にいっとこう。ジョーカー1回いっとくわ。お前の村田がいいから。俺ちょっとジョーカーいっとくわ、1回ここで。何そのジョーカー。そんなんねえよ。いや、絶対ね、これね、あの、大体ここの、いや、スタッフが黒マジックでつけてんのがジョーカーだよ。
吉野君の時クロマジックでつけてた。そんなあんのか。いいのいますよ。出たこれでかい。誰？俺ね、これは俺優勝したぞ。優勝した？俺絶対優勝した。いいよ。いい？これだから優勝でしょ。これはどうするの？どうするの？これ。